アルバート・ブロック、1917年4月5日から1994年9月23日は、アメリカ合衆国入りのイ州シカゴ生まれの小説家、SF 作家、ホラー小説作家、脚本家及び映画原作者。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、最古の原作者として有名である。チチラハエル、レイ・ブロックは、銀行員、母、ステラ・ローブは、 社会活動家だった。両親共に、ドイツユダヤ系アメリカ人である。5歳の時、シカゴ郊外のメイウッドに引っ越し、10歳まで、そこで生活していた。8歳の時、ロンチェーニーシニアの映画、オペラ座の怪人、1925年に感銘を受け、ホラー作品、映画に興味を抱いた。1929年、父親が銀行員の職を失い、 ウィスコンシン州ミルウォーキーに移住する。ロバートは、リンカーン高等学校に通い親友、ハロルド・ガウアーに出会った。1934年6月に、同高校を卒業している。10歳の頃に初めて読んだというパルプ雑誌、ウィアード・テイルズの熱烈なファンで、同誌に掲載されたハワード・フィリップス・ラブクラフトの作品に感銘を受ける。初めて読んだ、ラブクラフトの作品は、 ピックマンのモデルだったとしている。1933年頃にラブクラフトにファンレターを送り、彼から小説を執筆することを勧められ1935年、同志にザ・フィースト・トイン・ザ・ベイを発表し17歳にしてデビューする。またラブクラフトの作家仲間、ラブクラフトのスクールの一員となった。27歳年上のハワード・フィリップス・ラブクラフトとの信仰は厚く、お互いの作品。 彩歌修ジの秘密及び闇をさまよう者の中でお互いをモデルにした登場人物を殺し合うほど仲が良った。クトゥルフ神話の魔導書、彩歌修ジの秘密とカバネ職教天儀の創造者である。1937年にラブクラフトが死去すると20代だった。ロバートは大きなショックを受けたらしく、私の一部が彼と共死んだ。だが現実からは何も失われていない。世間は 彼を無視し彼の作品の多くがコレクションされていない。プロビデンスは何も失っていないように思える。part of me died with him, I guess, not only because he was not a god, he was mortal, that is true, but because he had, so little recognition in his own lifetime, there were no n a v e l s or a collection's published no great realization, even here in プロビデンス オブ・ホワット・アズ・ロストと述べ、ラブクラフトの死を悲しんでいるのが自分たち、彼の崇拝者だけに止まっていることを複雑に感じていた。ラブクラフトの死後、ロバートは、ウィアード・テイルズから SF 雑誌、アメージング・ストーリーズにも作品を提出するようになり1938年8月、小説、天文台の秘密、ティーシクロット・オブ・ザ・アブザ・バトリが初めて掲載された。 1939年、ミルウォーキー市長に立候補したカールザイドラーの部下、弁護士、ジェームズ・ドリトルから連絡を受け、親友、ハロルド・ガウアーと共に、彼の広告や演説のスピーチなどを作成したと言われている。しかし、ザイドラーが当選すると彼は、感知していないとして、報酬を支払わなかった。これらは、ロバートの自伝、音声アラウンド・ザ・ブロックで書かれている。 1940年10月2日、最初の妻、マリオン、ホルコムと結婚する。ロバートは、徐々にラブクラフトとは、異なった彼の作風を確立していった。彼が好んで、モチーフとする、ジャック・ザ・リッパーは、ビアード・テールズ、1943年7月号の、小説、ユアーズ・トゥルーリー、ジャック・ザ・リッパーに初めて見られた。1954年9月号を最後に、 ビアード・テイルズは廃刊になってしまう。ロバートも活動の場を他の雑誌に移し、作風が変化していく。1959年代表作、サイコが執筆される。ロバートはキャラクターの造形をエドゲインを元にしたと言われている。ロバートは連続殺人鬼や第二次世界大戦を暗示しつつ、本当の恐怖は物陰でなく人間の頭の中にある。 と語った。ヒッチコックの映画は、彼の小説を元にしているものの後のシリーズは、関係なく、ロバートが提出した台本もスタジオに拒絶された。1960年代に入ると、ハリウッドに移住した。作家の組合がストライキを宣言したり、テレビや映画の脚本を任されるようになると、小説の執筆に余裕がなくなるようになった。1963年には、 妻と離婚した。1964年1月18日、ネリー・ザリスココと、エリナー・アレクサンダーと結婚した。彼女は化粧品のファッションモデルで、前の夫で、作家、プロデューサーのジョン・アクサンダーが死別したためにロバートと再婚した。この二度目の結婚は、ロバートが死ぬまで続いた。エリナーも2007年に死去し、ロバートと一緒に埋葬された。 1994年9月23日に77歳で、ガンとの闘病生活の後、カリフォルニア州ロサンゼルスで没し、遺体は、ウエストウッド、メモリアルパークの納骨堂に収められた。ロバートの初期作品は、ラブクラフトの影響、コズミックホラーを取り入れたホラー作品が中心だが、後期になると、犯罪小説や、心理的なアプローチの作品が多い。 クトゥルフ神話作品や短編ホラー小説を多数、執筆し、数多くのアンソロジーに収載されている。神話作品としては短編、あやかしうじの秘密、無人の家で発見された手記、暗黒のファラオの神殿や蝶、アーカム計画などが代表作である。短編、映像脚本等で切り裂き、ジャックをモチーフにした作品を、たびたび執筆している。 パルプ時代を知る作家らしく、歯切れよく、読みやすい文体と、視覚的に映える残酷な描写が、特徴、未来世界を描いた、長編 SF、都市国家ハリウッドでも、クライマックスに人体を切り刻む描写を入れてしまうぐらいである。その成果、脚本などで協力した映画は、サイコ以外は、英国アミカスプロ作品などの B 級、ホラー作品がほとんどである。 1959年、地獄行き列車、ザットヘル、バウンドトレインで、9号賞短編小説部門を受賞。1975年、世界幻想文学対象障害功労賞を受賞。1995年、ブラムストーカー賞最優秀中編賞を、ザ・セント・オブ・ビネガーで受賞。コリア・ヤングの筆名で、テレビドラマ、鬼警部、アイアンサイドの原作。 文芸プロットも提供している。ロバートとラブクラフトにまつわるエピソードで知られる。はじめロバートは、あやかしうじの秘密で、ラブクラフトをモデルとした若い作家に慕われる、怪奇作家を殺害する展開を思いつき、本人に許可を求めた。ラブクラフトは、これを承知して、ロバートに殺害許可証を送った。後日、ファンから、次は、ラブクラフトがロバートを殺害したらどうだろう。 というファンレターが届き、闇をさまよう者、1936年12月の中で、ロバートをモデルとしたロバート・ハリソン・ブレイクという若い怪奇作家がニャルラトホテプによって殺害された。しかしこの翌年、本当にラブクラフトが死去してしまう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。